なるほど。村が騒がしいから戻ってみれば、そんなことになってたとはね。ソニア。くそ。あいつらなんでソニアを。カナタ。神の使徒と言っていたな。何者なんだ。聞いたことあるわ。噂程度やけどな。神キャスクを信じ、神のために生き、神に全てを捧げる信奉者。それが神の使徒言うんやって。熱心に布教活動してはる高校野を想像してたんやけどな。だいぶ違ったわ。神の再臨のため。確かそう言っていた。ソニアをさらったことが何か関係あるのだろうか。どうでもいいんじゃね。善人ぶって懐に入り込むってやり口がまず気に食わねえ。それだけで十分だろ。あいつら締める理由なんてよ。戦闘教はこれやから。なんだよ、ダメなのかよ。話早くてええわって言おうとしたんや。うちもあいつらには腹立ってんねん。目的はわからないけど、とにかくソニアをさらったのは許せないよ。追いかけよう。助けなきゃ、ソニアを。うん、カナタなら絶対そうするよね。逃げたって方角からすると、行き先は街道沿いのイエドナークかしら。私も行きたいとこだけど、あんたたち、訳ありなんでしょ？さっさと動けるように、船の修理を優先しといてあげるわ。ああ、その方が助かる。気遣い感謝するぞ、リタ。ソニアは、変わり者扱いされてる私にも、分け隔てなく挨拶してくれる、いい子なのよ。絶対助けてあげなさいよ。失敗したら、グーで殴るだけじゃ済まないから。うん。絶対に助けるよ。俺は、ソニアに話さなきゃいけないことがあるから。ソニア、どうか無事でいて。少し落ち着いて、カナタ。あの二人は、ソニアを何かに利用するつもりなんだと思う。無下に命を取るようなことは多分しないはず。俺もそうは思うよ。だけどなんだか胸騒ぎがするんだ。ソニア、俺絶対にもう一度会ってソニアと話したい。言うんだ、ソニアのお父さんを殺したのは俺だって。許してくれるとは思わない。恨まれることはわかってる。だけどそれでも、カナタ。いや、違うな。これじゃ自分のことばっかりだ。ソニアがこれ以上不幸になっていいはずがない。だから助けてあげたいんだ。そうだね。絶対に助けてあげようね。待ってて、ソニア。神の使徒。不気味だ。奴らの目的が見えない。キュキュキュ。信心深い人の考えることはようわからんわ。わかる必要なんてねえだろ。売られた喧嘩は買うだけだ。そんな安直な考えで突っ込んで、足をすくわれたらどうするつもりだ。罠かもしれへん。って思ってるんか？確信は持てないが、警戒はした方がいいだろう。一筋縄でいかない相手なのは間違いないからな。せやな、十分注意していこうか。慎重に行きましょってか？なら性に合わねえよ。罠も策略も全部ぶっ飛ばしてやりゃいいんだろ。お前には言うだけ無駄だったか。
ここがイエドナークか。ずいぶん人口が密集した町のようだな。かくれんぼにはうってつけやね。探すんえらい苦労しそうやな。それだけではない。戦闘になったら、住民を巻き込む危険性もある。ことを荒立てずに、ソニアを救えれば一番なのだが。ソニア、ソニアは一体どこにいるんだ？何かしら、人だかりが。ビジョンセントなのか？罪の投影を見ているのか？ジャン、あそこや。あんな目立つとこにいるた、いい度胸してるじゃねえか。待て、ここからでは遠すぎる。それにこの人だかりでは。近づけない。おっと、見てごらんよ、ポルテ。ようやく主役のご登場みたいだよ。やっとですか。待ちくたびれましたよ。ここはどこ？あなたたちは一体、私はどうするつもりなんですか？まあまあ、そう怯えないで。俺たちは君の復讐のお手伝いをしてあげようって言ってるんだよ。え？なんだ一体、トガ人について重要な話があるって言うから来てみれば。あの子たちは確か神の使徒とか言う。隣の女の子は誰だ？何か話し始めるぞ。お集まりの皆さん、ごきげんよう。本日は皆さんにお話を聞いていただきたいと思います。皆さんは彼方ヒューガというトガ人を覚えておいででしょうか？やつめ、一体何を。父親殺しのカナタ、そういえば思い出す方も多いのではありませんか？忌々しくもトガ人カナタは執行者の手を逃れ、未だにこの世界でのうのうと生き延びているのです。こんなことが許されるのでしょうか？罪にはふさわしい罰を与えねばならない。それがビジョンオーブを作りたもうた神の意志。そのために今この時こそ知ってほしいのです、トガ人カナタの非情な行いを。それをよく知る者をここに呼んであります。エレノア、彼をここへ。はい、さあこちらへ。あれはどうしてここに。ナッシュ。カナタ、ナッシュ。誰の。私と一緒に修道院で育った子。そして、彼方の罪を知る人、それは一体、うん、いいかい、すべては憎い憎い彼方を殺すためだ。打ち合わせ通り演じてくれよ。君の演技に全部かかってるんだからさ。わかってるよ。彼に語っていただきましょう。トガ人カナタがいかに非情な手段で親を殺したのかを。俺は孤児として拾われて修道院で育ててもらいました。
修道士のコーディさんは、とっても優しくて、俺たち孤児を本当の子供のように愛してくれました。だけどある日、コーディさんの実の息子のカナタが、財産目当てにコーディさんを殺したんです。カナタは俺の目の前でコーディさんを刺し殺したんです。胸を、お腹を、顔を、何度も何度も突き刺して、もうやめてくれって叫んだのに、カナタは笑いながら何度もコーディさんを。嘘よ、カナタはそんなことしてない。よせミズラ、今ここで人々に俺たちの存在が気づかれたら。カナタは危機として人を殺す大罪人です。あんな奴は生かしておいちゃいけない。ナッシュ、どうしてこんなことを。これでいいんだろう。素晴らしかったよ、名子役の誕生だね。ひどい、お父さんはそんなひどい目に。そうだろ、ひどいよね。非情な男だよ、カナタってやつは。しかもこれだけの極悪非道を働いておきながら、平然と君の前に現れるなんて、どういう神経をしているんだろうね。え？それってどういう？おや？あれれ？もしかして、気づいてなかったのかな？つい先日、いい人ぶって君に近づき、目の見えない君のことを嘲笑っていたあの男こそ、トガビトカナタだということ。まさかあの人が。あいつは君をもてあそんでいたんだよ。どうせ目が見えない間抜けな女だって言ってね。ひどいやつさ、カナタ・ヒューガって男は。嘘、あの人が。それじゃあ私は、ソニア、許せない、カナタ、お父さんの仇、私をバカにして。絶対に許せない、この手で殺してやりたい。ソニア、あれが、あのソニアなのか。それほど大きな怒りってことやろね、人が変わってしまうほどの。ご覧ください、この哀れな少女の姿を。トガビとカナタにより、彼女の人生はめちゃくちゃにされたのです。許していいのですか、そんな大罪人を。忘れていいのですか、こんな悲劇を。いいな、絶対に許してはならないのです、少女の希望を破壊したトガビとのことを。カナタ、カナタ。かわいそうに、見てられねえよ。絶対に許さないぞ、トガビト。なんて非道なことをするんだ。この女の子がかわいそう。仇を取らせてあげたい。この子にはトガビトを殺す理由がある。どうか仇を、彼女に力を、正義の復讐に力を。これはいつもの大物みてえだな。だがちょいと様子がおかしい。絶対に許せない。死ね、カナタ。消えろ、カナタ。こ
この願い、叶わないなら、私が、殺してやる！何？これは？うわ、ソニアが。なんやあれ、どういうことなん？実行者に取り込まれた？いや、一体化したのか？苛烈な執行の祈りが巨大な執行者を作り上げたことは今までもあった。だが今回はそこにソニアの復讐を後押しする願いも加わった。祈りと願い、そしてソニアの憎悪がこの結果を生んだというのか。だがそんなことがあり得るかどうかじゃねえ。目の前で起こってることは受け止めるしかねえだろ。クソみたいな現実だけどよ。そんな、ソニア、ソニア！さあ、今こそ恨みを晴らすとき。あそこにいるトガビトカナタに復讐を！な、トガビトがそこにいるだと？本当だ！トガビトだ！それにトガオにも！あかん、今気づかれたら。悪党どもめ、お前ら全員裁かれてしまえ！やはり現れたか、執行者。久々に大量じゃねえか。ソニア、ソニア、俺の声を聞いて。今は目の前の敵に集中しろ、カナタ。くそ、どうしてこんなことに。来るよ、しっかりしてカナタ。次から次へと行さん来すぎや。ちょっとは遠慮しいや。執行者ばかりに任せてられねえ。俺たちも一緒に戦うんだ。ああ、これだけ執行者がいれば怖くもねえもんよ。まずいな、ここで戦っていては住民に犠牲が出てしまう。やむを得ん、一旦引くぞ。でもソニアが。あなた、お願い、今は。わかった。あのデカブツ執行者、なんで動かねえんだ。突っ立っとらんと、あんたも走らな。お尻蹴っ飛ばされても知らんよ。うっせえな、行きゃいいんだろ、行きゃよ。おやおや、退散しちゃったね。それはそれで構わないさ。彼らの活躍はもう十分捉えた。このビジョンウォーブでね。じゃあ、あとは。ああ。復讐に取り憑かれた哀れな少女に頑張ってもらうだけだ。やはり私は、こんなやり方は。なんとか住民からは離れたが。実行者犯大盤振る舞いしすぎちゃう？しんどいわ。これからどうしよう。ソニアのことも放ってはおけないし。ソニア。ここにいましたか？貴様は、あの双子と一緒にいた。待ってください。私に戦闘の意思はありません。話をしたいだけなんです、あなたたちと。敵と世間話する趣味はねえんだよ。剣を抜くか、眉間にぶち込まれるか、
さっさと選びな。確かに私はビジョンオーブを信じ、神の使徒の二人に組みしてきました。しかしこんなやり方は。お願いです、どうか話を。私はこの強行を止めたいんです。キュッキュキュッ。ニッキュ、その人をかばってるの？悪い人じゃないって言うてはるんやろか。キュッキュッ。話を聞いてあげよう。ニッキュが悪い人をかばうとは思えないよ。つまんねえ話だったらすぐぶっ放すからね。ありがとうございます。それで俺たちに話って一体何なの？あの巨大な執行者、あれは皆さんが思っているよりずっと危険なものなんです。そもそも奴は一体何だ？今までとは違うようだが。あれはフォルテとアシッドが作り出した執行者の亜種のようなものです。亜種？いや、それより執行者を作り出すだと。執行者とは、人々の祈りをビジョンオーブによって集約し、そこで生じたマナによって作り出されるそうです。フォルテとアシッドはその原理を解明し、独自に研究を重ねることで祈りで生じたマナを別の形に変換する方法を編み出しました。普通の執行者が出来上がる手前でちょちょいと手を加えて特注品に変えたっちゅうこと？器用なことしはるんやな。あなたたちは以前にも一度戦ったことがあるはずです。罪の国の結界を破るほどの強力な執行者と。ひょっとしてあの女の子の執行者も？マキナはフォルテとアシッドにより作り出されました。へえ、そう考えると今回は随分と悪趣味なもんが出来上がったみてえだな。もしかして失敗作？いいえ、あの巨大な執行者にはマキナ以上に恐ろしい能力が組み込まれています。あの執行者は憎悪を放つ少女をよりしろに人々の執行の祈りを吸収して成長していくのです。祈りが蓄積し、その成長が限界を迎えたら、とどまる場所を失ったマナが炸裂し、衝撃でこの街は跡形もなく消し飛ぶでしょう。街が消し飛ぶ？事実なのか？この街にどれだけの人間がいると思っている？どうしてそんなひどいことを？フォルテとアシッドの狙いは、街一つ消滅したという世界的悲劇を作り出すこと。そして、その罪をあなたに被せることです。俺に、罪を？世界が震撼するほどの大罪人が現れれば、きっとそれを裁くために神が降臨するはず。フォルテとアシッドは、そう信じているんです。根拠などなく、ただ純粋に、祈りは届くはずだと。まさに狂信者やな。厄介な話よ。そんなことのために、多くの市民を犠牲にするつもりか？私は、確かにビジョンオーブの素晴らしさを信じてきました。それを作り出した神キャスクを信奉してきた。だけど、こんな大勢を犠牲にするやり方を認めることはできません。私にこんなことを言う資格がないのは百も承知です。けれど、どうか、お願いします。この強行を、止めてください。町一つ消し飛んで大勢死ぬ、か。別にいいんじゃね？なんですって？口車に乗るんじゃねえぞ、カナダ。この町にいる奴らは全員お前に死ねって言ってんだ。
トガビトだから消えろよって無残に殺されちまえって祈ってるわけ。しかもその真ん中にいるのはお前を殺したがってるソニアと来た。そんな奴ら守る意味あんのか。どうなんだよカナダ、お前が決めろ。お前はどうしたいんだ。俺は、それでも俺はみんなを助けたい。綺麗事だとしても傷つく人を見たくないんだ。ああ、カナタ。そうかよ。一緒に来てくれる？ビシャス。言っただろ。俺は意志のある奴の味方だ。たとえその選択が愚かだろうとね。さて、そうと決まれば行こうぜ。トガビとご一行様の反撃開始だ。あのトガビトたちいなくなったな。さすがにもう執行されたか。あれだけの執行者が来てくれたんだ。もうとっくに消えてるに決まってるさ。誰が消えたって。お前は。ちょっと待て、こいつの顔もしかして。あんなクソザコ執行者ごときがこのトガ鬼様を止められるわけねえだろ。こいつトガ鬼だ。さーて、執行者の掃除にも飽きてきたことだし、次は人間でも狩るかなと。ビシャス、全部あんたが殺さんとうちの分も残しといてよ。こっちにもトガビトが。気づいたんか。でももう遅いわ。この冷酷騎士様の槍に貫かれたい人はどうぞお越しやす。逃げろ。やめんだよ。建物が崩れた。俺をなめくそったやつがどうなるか教えてやろうか。塵も残さず消えるしかねえんだよ。諦めろ。このままじゃ間違う。逃げるぞ。できるだけ遠くに。みんな町から避難するんだ。そうだ、消える。消えちまえ。よし、この辺りの人たちはみんな逃げてくれたみたい。すごく上手だったよ、ビシャス。ユナも。上手というよりすよね。悪人が悪人やってただけじゃない。バーガ、巣だったら全段命中させてたっつーの。出たわね、極悪人。本当のことを説明するより、トガビトとして脅した方が避難は順調に進む。火薬を集めて建物を崩し、恐怖を煽ったのも功を奏したと言える。ユナ、お前の提案は正しかった。だが一つ解せないことがある。なぜ俺とカナタとミゼラは喋ってはいけなかったんだ。だって大根役者が混ざってたら作戦が台無しやん。ちっけえな。カナタと私の命運を侮辱しないで言うな。とにかく、これで少しは被害を抑えられるはずだよね。あとは。
本命をぶち抜くだけだな。待ってて、ソニア。先ほどの避難誘導、見事な手際でした。しかし、この町は大きい。すべての住民を避難させるのはさすがに。限られた時間では無理だろうな。やっぱりあの執行者を止めるしかないね。では、そちらは任せます。私は可能な限り住民の避難を。うん、お願い、エレノア。何？どうかしたの？わからなくなってしまいました。あなたたちは市民の命を本当に救いたいと思ってくれている。そんなあなたたちがなぜトガビトなのですか？何かの間違いや人々の勘違いでトガビトになってしまう人もいると聞きます。もしかしてあなた方も。少なくとも俺はトガビトだよ。間違いなんかじゃない。父さんを殺したのは事実だから。そうですか。でもだからこそソニアをこれ以上不幸にしたくない。あの執行者を止めてみせるよ。わかりました。どうかご武運を。エレノアも気をつけて。また後で会おう。はい、必ず。着いたよ、ソニア。はぁ、空気が澄んでいて気持ちいい。まるで綺麗な水の中にいるみたい。この湖は癒しの効果があると言われているんだ。ここの水と共に暮らせばきっとソニアの目も良くなるはずだよ。お父さんは一緒には暮らせないの？すまないね、ソニア。私は旅を続けなければならないのだ。世界中の恵まれない子供たちを救うためにね。うん、そうだね。お父さんは世界中のみんなのために行かなきゃなんだよね。大丈夫だよ、お父さん。この湖があれば私一人でもへのかっぱだよ。また本で知った言葉かい？ソニアは本当に賢い。お父さんのおかげだよ。目の見えない私でも指で字を触れて読める本いっぱいくれたから。本当にありがとう、お父さん。大好きだよ。私もだよ、ソニア。元気でな。また必ず会いに来るから。うん、約束だよ。ああ、約束だ。お父さん、どうして死んじゃったの？ん？あれは？ソニア！ソニア！俺の話を聞いて！あなた、お父さんの仇！ソニア。なんや、この執行者犯。さっきより大きくなってるんちゃう？エレノアが言っていた通り、成長しているのだろう。このまま限界を迎えれば。楽しいことになるんだな、これが。ふん、来ましたか。フォルテン、アシッド！出やがったな、同じ顔二人組。やはり止めに来ましたか。想定通りですよ。エレノアの寝返りも含めてね。執行者をぶっ殺しに来たんでしょ？いいよ、やんなよ。頑張れって応援してあげるからさ。どういうつもりだ？
あまたの執行の祈りが、ソニアとかいう娘の像に引き寄せられて、この執行者を形作っている。娘と執行者は今や、二つで一つということですよ。そんな執行者を殺したら、ふふ、わかるよね。かわいいソニアちゃんも死ぬってこと。なんだって?俺らとしてはそれでもいいんだよね。父親を殺された哀れな少女が、無情にも父親を殺したトガ人に返り討ちに遭ってしまう。そんな悲劇をビジョンオーブで転映すれば、トガ人カナタの悪名は、たちまち広まっていくだろう?まあ、あとは、この町の住民全員なぶり殺しにして、その罪をお前に被せれば、歴史的大罪人の完成ってわけでさ。わかる?どの道結末は一緒ってこと。君たちが執行者を倒しても倒さなくても、この町は終わりなんだ。カナタという大罪人の手によってね。はぁ、あ、胸クソ悪いこと考えるもんやな。ある意味関心やわ。くそれ下道め、どこまでも卑劣だ。町が終わる。そんなことになるなんて。俺、まあそういうわけでさ、やるならさっさとやっちゃいなよ。ただし、こっちもいい絵をビジョンオーブで転映したいんでね。執行者にとどめを刺す役目は、彼方にお願いしたい。脇役たちを掃除してください、お人形さん。やれますね。ようやく出番ですか?待ちくたびれたです。キュキュッ!貴様は?お兄ちゃん以外の人をぶち殺しちゃえばいいんですね。お兄ちゃんと遊べないのは残念ですけど、私頑張るです。あの子は罪の国にいただが、あの時倒したはず。それがなぜ?執行を望む祈りがある限り、お人形は何体でも作れちゃうんだよ。これがね。女の子を道具みたいに。なんてひどい人たち。だったらおとなしく死んであげてください。優しいトガ人さん。よーし、ぶっ殺すですよー。みんなをやらせはしない。俺も戦うよ。油断するな。来るぞ。あれ?動けない?またやられちゃったです。ああ、負けちゃったか。使えないガラクタだ。人形とはいえ、マキナは祈りのマナを生成して生まれた、いわば上級の執行者。退けたことは素直に褒めてあげますよ。でも、こんなことに時間を使っていていいんですか?あかん!あの大物執行者犯、さっきより大きなってるわ!ほらほら!さっさと殺さないと街が吹き飛んじゃうよ!どうするどうする!あの執行者を倒さないと街が!でも、倒したらソニアが!どうすればいいの?悩むのは良くないな、カナタ君。やるならやる。やらないなら逃げる。さっさと選んでよ。君には生き残ってもらわなきゃ困るんだから。あんたらは随分余裕あるんやな。町吹っ飛ばすほどの威力やったら、こんなとこいたらあんたらも危ないんちゃうの?
ご安心を。魔術で防御壁を張れば、僕たちの命はなんとか助かるでしょう。五体満足とはいかないかもしれませんが。そうまでしてなぜこんな真似を。神の再臨のために朽ちるなら、本望でしょ？この体もさ。とことん行かれてやがんな。褒め言葉として受け取っておくよ。もっとも、君にはがっかりしてるんだけどね、トガオニ。え？生きる災い、最悪の存在なんて言われてる割に、君って全然大したことないじゃん。トガオニが真の恐怖なら、世界を脅かす厄災なら、神はもっと前に降臨してくださったはず。トガオニ、全然足りないんだよ、お前なんかじゃ。だからこうして別の大罪人を作り上げなきゃいけない。伝説は誇張されていくもの。トガオニも所詮は過去の遺物に過ぎないということでしょうね。用なしってことさ、つまり。その無意味な命、ここで終わらせてやるよ。やってみろや。今度はこいつらが相手か。時間がないというのに。秒で終わらせて次に行け。それしかねえだ。前のようにはいかへんよ。行きますよ。僕たちを退けるとは。ムカつくなぁ。まあいいでしょう。どの道あなたたちに選択肢はありません。一旦引きますよ、アシッド。ああ、尺だけどな。少し動けるようになったです。私も一緒に行っていいですか？勝手にしろ。ようやく邪魔者さんのご退場やな。せやけど、執行者どんどん大きくなってるよ。早く対処しなければ、いつ内部のマナが炸裂してもおかしくはないな。でもこいつを倒したらソニアが。いや、手はある。可能性の話だが。聞かせて、イージス。フォルテとアシッドは言っていた。ソニアの憎悪に引き寄せられて、この執行者は出来上がっていると。彼方を裁きたい。その共通の思考が、ソニアと執行者を一体化させているのだろう。そうだとすれば、ソニアの感情を執行者から乖離させることができれば、あるいは。なるほど。カナボンを裁きたいっちゅうソニアの思いを変えられれば、ソニアと執行者を引き離せるってわけやな。可能性の話に過ぎないが。でも、やるしかない。ソニア！聞こえてるんでしょ？俺の話を聞いて！ソニア！カナタ。許せない、お父さんの仇。聞いて、ソニア。確かに俺は父さんを、君のお父さんを殺した。君の怒りは正しいよ。俺は復讐されて当然のトガビトだ。カナタ。だけど今は俺がいたから怒りを鎮めて、復讐のために関係ない人まで巻き込むなんて、そんなことしたら君も罪を背負うことになってしまう。うるさい、うるさい。聞きたくない。あんたの言葉なんて何も一つも。何も見えず暗闇の中で生きる私にとって、お父さんはたった一つの希望だった。お父さんは私の怒りだったの。それをあなたが壊した。どうして、どうして
許せない。あなたを絶対に許せない。ソニア、カナタ、私に行かせて。え？ソニアと話がしたいの。聞いてほしいの、私の思いを。わかった。ありがとう。ソニア、私のことがわかる？その声、カナダと一緒にいた女の人ね。カナダの仲間ね。そう、私はカナダの仲間。だけどお願い、どうか私の話を聞いて。ソニア、あなたの気持ちがわかるなんて軽々しくは言えない。だけどね、私もあなたと同じだったの。私も暗闇の中で生きてきた。あなたのお父さんが作った暗くて底のない箱庭の中で、私たちはあなたのお父さんに拾われた。だけど、真っ当な人間として扱われたことは一度もなかったわ。物として扱われ、商品として売られる。私たちはそんな運命を定められていたの、あなたのお父さんによって。嘘よ。嘘じゃない。ナッシュ、あなた、さっきの。俺はカナタが憎い。カナタが裁かれればそれでいいと思ってた。だけどこんなのは。ナッシュ、嘘だったんだよ、さっきの話は。コーディがいい人だったなんて大嘘だ。毎日毎日、あいつはゴミを見るような目で俺たちを見てた。最低限の食事しか与えてくれなくて、逆らえばすぐ暴力。しかも逆らった本人じゃなく、その場にいる一番年下の子を見せしめに殴りつけるんだ。その方が縛りつけられるって知ってたから。俺たちの心を。何？何の話をしているの？コーディだよ！お前の父親だ！あいつはそうやって俺たちを育てて、クソみたいな大人に売りつけてたんだ！奴隷として、慰み者として！一緒に育った。優しかった兄ちゃんや姉ちゃんたち、みんないなくなっちゃった。今はどんなひどい目に遭ってるのかもわからない。生きてるのかさえ。そんなこと、お父さんがするはずない。何が光だよ。お前の父親は悪魔だった、俺たちにとってはな。いや、聞きたくない、もうやめて。ごめんね。でもソニア、あなたは知らなければいけないの。そんなはずない。優しかったあのお父さんが、そんなひどいこと。あなたに見せた優しさが本当だとしても、それだけがあなたのお父さんの全てじゃない。そんなはずない。そんなはず。私もあの頃はいつも泣きたかったよ。毎日ひどい扱いばかりされて、一緒に育った仲間はどんどんいなくなって、自分もいつ物として売られるかわからず、夜はいつも布団の中で怯えてた。私はずっとそんな暗闇の中にいたの。けどそんな私にもたった一つだけ光があった。それが、カナタなの。カナタが、光。誰にでも優しくて、みんなのことを、本気で助けてあげたいって思ってて。そんなカナタがいたから、
絶望だらけの毎日でも、私は生きていられた。彼方は、確かに自分の、あなたのお父さんを殺してしまったわ。だけどそれは、私を守るためだったの。私のせいなの。あなたの復讐心が、間違っているとは私には言えない。だけど、これだけは伝えさせて。あなたにとって、お父さんが光だったように。私にとって、彼方は、この世界で、たった一つ信じられる光だったの。見せろ。嘘。嘘よ。彼方がそんな人間のはずない。嘘じゃないわ。ちゃんと彼方を見てくれれば、あなたにだってわかるはず。見る。そんなの無理じゃない！私のこの目は！だったら、私の目をあげる。あなたに。そうすれば私たちは、同じ光を見ることができるわ。あなたにもわかる。彼方の正しさが、その尊さが、絶対に。どうして、そこまで。自分が光を失っても構わないというの？失いはしないわ。目がなくても、光は、私の中に焼き付いているから。ああ。やだ。嘘。違う。彼方が、そんな人間じゃやだ。だってそんなのずるい。彼方はお父さんの仇で、ひどい人で。だから執行を願ってたのに。だから憎んでいられたのに。そうだね。ずるいよね。だけど、後で知ったらきっと、あなたは後悔する。向き合って、ソニア。あなたに見せた優しさが、あなたのお父さんの全てじゃないのと同じように。人を殺したトガビト、それだけが、彼方の全てじゃない。あなたが憎み、裁こうとしているのは、罪も優しさも持った、一人の人間なんだよ。嘘よ。嫌だ。そんなの。じゃあ私は、この憎しみは。見ろ、ソニアと執行者が分離したぞ。よし、今なら。あの双子がまたなんかしはる前にさっさと片付けな。退屈な話し合いはようやくしまいか。だったらこっからは楽しませてもらうぜ。なんとか撃破できたか。ふう、お仕事やったな。これで町はもう大丈夫やね。ソニア！気を失ってるみたいね。ごめん、ソニア。君の思いが正しくても、俺はまだ死ぬわけにはいかないんだ。だけど、やるべきことを果たしたら、その時は。彼方。ああ、とんだ茶番だよ、まったく。トガビトめ、よくも神の降臨を邪魔してくれましたね。ああ、そういやまだ残飯処理が残ってたな。忘れてたぜ。
舐めないでいただきたいですね。まさか先ほどの戦いが僕たちの本気だったとでも。ならば今度こそ全力でかかってこい。貴様らのような危険分子は今ここで立つ。やってみなよ。やれるもんならね。なんだろう、ニッキュが怯えてる。見せろ。空が光ってる。なんだ。勘にしてよ。うち雷苦手やね。だっひっつくんじゃねえ、ユナ。邪魔だっつの。なんなの一体。フォルテ、こいつは。ああ、間違いない。届いたのだ。我らの祈りが、天に。何か、空から降ってくる。あれは何？人か？いや、そんな可愛らしいもんじゃねえや。この人は、この瞬間を、どれほど夢見たことか。舞い降りてくださった。我々のもとに、神が、神、キャスケ様が、神、キャス